どうも、怪異妖怪専門チャンネルのムーマンです。いつも話を聞いてる人です。今回は日本に潜む恐ろしい怪異妖怪たちを21体紹介していくよ。いつも知らない妖怪ばっかりなんですよね。知らない妖怪の方がみんなも楽しいだろうからね。一体どんな妖怪を紹介してくれるんですか？何回ゴミに出しても帰ってくる日本人形とか、山に住む魂を抜いてくる妖怪とか、いろいろ恐ろしい妖怪ばっかりだな。いろんな妖怪を紹介していくから、最後まで楽しんでいってくれると嬉しい。それじゃあ早速、まずはじめに紹介する怪異はこちら。骸骨ライダー。骸骨ライダーとは埼玉県に現れたという妖怪で、バイクに乗っていたという。ある若者 A さんが山間部の道をバイクに乗って走行していた時のこと、後ろから1台のバイクが近づいてきていることに気がついた。 A さんは後ろから近づくバイクに追い抜かしてくれと合図をする。するとそのバイクは A さんを追い抜いて走り去っていくのだが、その瞬間に A さんは過ぎ去っていくそのバイクを見てしまった。そのバイクには一人の男らしき人影が乗っていたのだが、その人影は黒いスーツを着ていた。山の中をスーツでバイクに乗るなんてと少し奇妙に感じた A さんだったが、次の瞬間もっと恐ろしいことに気がついた。そいつはヘルメットをしていたのだが、その中にあるものを見ると、そこには顔はなく骸骨の頭があったのだという。 A さんは恐ろしくなり、すぐに道を引き返して家に帰ったのだという。帰ってくる人形。ある少女の家には古い市松人形、つまりは日本人形があった。少女は家にあるその市松人形を不気味に感じていて、ある日それを捨てようと決心した。そして翌日の燃えるゴミの日に市松人形をゴミ袋に入れて捨てた。ゴミ捨て場に市松人形を置いて家に戻ると、なぜかも解いた場所に人形があった。何かの間違いかと思って、もう一度人形をゴミ捨て場に持って行っても、家に帰るとそこに人形は座っているんだという。恐ろしくなった少女は人形を壊したり燃やしたりしたが、家に帰ると必ず同じ場所で人形が座っていたんだという。人形は捨てられても必ず戻ってくるのだが、戻ってくるたびにだんだんと細い目を開いていっているように見えた。その目は少女を睨んでいるようで、恐怖が最大に達した少女は発狂しておかしくなってしまったんだとか。おかしな顔の人。千葉県に現れたと言われている妖怪で、出会うと恐ろしい結末が待ち受けているという。おかしな顔の人は一見すると普通の男の姿をしていて、妖怪とはわからない。千葉県にあるとある道を歩いていると、おかしな顔の人に出会うんだという。そいつは歩いている人の後ろをずっとついてきていて、その人が立ち止まると肩をトントンと叩いてくるんだという。そして振り返るとそこにはおかしな顔の人が立っている。そいつは形容しがたい不気味な顔をしていて、見ていると吐き気を催す。あまりの不気味さに動けないでいると、おかしな顔の人は顔を近づけてくる。そして顔を近づけられた人は気を失ってしまうという。しばらくすると何事もなかったかのように意識を取り戻すんだが、もっと恐ろしいのはこの妖怪に出会ってから3日後に、出会った人は何らかの事故に遭うというのだが、その事故で顔を半分失い、まるであの妖怪のような顔になってしまうんだという。図工室の彫刻。とある学校で起きたという怪異伝承で、一人の少年が行方不明になっている。二人の少年 A と B が夕方図工室で掃除をしていた。掃除も終わりもう下校時間を過ぎているからと急いで帰り支度を始める。図工室から出て帰ろうとした時に、ふと図工室を見ると部屋の中が青く光っていた。その光を不審に感じた A が中を見てくると言って戻ってしまった。 B は帰る時間が遅くなるからと言っていたが、 A は一向に戻ってこない。仕方がないので図工室に様子を見に行こうとした時、図工室の中の青い光が一層強く光ったかと思うと、大きな衝撃音が鳴った。 B は怖くなり A を降りて学校から帰ってしまった。翌朝 A が行方不明になったと担任の教師から伝えられた。図工室での出来事を伝えたが、まともに取り合ってはもらえなかった。数日後 B が授業で図工室に行った時に、ふと後ろに並んでいる彫刻を見ると、そこには A そっくりの少年の彫刻が新しく置かれていたんだという。カーテンの怪異。学校に現れる大きなカーテンのような姿をした怪異。正体は一旦も面なのではないかとも言われているこの妖怪は、ある特定の日に現れる。それが学校の大掃除の日だという。学校の大掃除の日に、教室の真ん中でひらひらと大きな布が舞っている。それはカーテンのように見えて、なんだか見つめ続けてしまうんだという。その布を見つめ続けていると、それはだんだんこちらに近づいてくる。近くに来た時に手を伸ばして掴もうとすると、そいつは襲ってくるんだという。掴もうとした子供に巻きつき、どれだけ暴れても離れない。周りの子が引っ張ったり破こうとしても決して離れない。その妖怪に巻きつかれたら最後窒息して死んでしまう。助かる方法は定かではないが、布の妖怪ということはハサミで切れるかもしれない。大掃除の日に掃除をサボっていると現れやすいと言われているので、真面目に掃除をしていれば襲われることはないだろう。
首なし小僧。千葉県の学校に定期的に現れるという少年の妖怪。この妖怪は首なしと言われるタイプの妖怪なのだが、少しパターンが違う。首から上がないのではなく、文字通り首だけがない。頭と胴体の間にあるはずの首がなく、胴体から頭が浮いている状態なんだという。首なし小僧は特定の生徒をターゲットにして襲ってくる。そのターゲットとは幸せな生徒のことだ。家がお金持ちであったりとか、恋人がいたりとか、成績が順調だとか、そういう何らかの理由で幸福感を強く得ている生徒の前に首なし小僧は現れる。そしてその生徒の首を大きな刃物を取り出して切り落としてしまうんだという。他にも教師や用務員だけでなく、授業参観できた保護者もターゲットにしているこの妖怪。幸せな人をターゲットにしているということは、この妖怪は不幸の末に死んで妖怪になってしまったのかもしれないが、いい迷惑だ。赤満潮、奥深い山の中に現れるという神に近い存在の妖怪。一部の地域では赤満様と呼ばれて崇められているこの妖怪は、とても恐ろしい力を持ち、山の中で出会った人の血を吸い襲っている。赤満潮を崇める時の儀式では、かつては生贄も捧げられていたんだという。山の中で真っ赤に染まった道が現れることがある。その道は数分前に赤満潮が通った道なんだという。赤満潮に出会った生物は赤満潮によって全身の血を吸われて死んでしまう。もし赤満潮に出会ってしまった場合は、こちらから先に血を捧げれば助かるという。出会ったら冷静に自分の指先をナイフか何かで切りつけ、その血を赤満潮にかけることで赤満潮は満足して去っていくという。赤満潮の姿はまん丸な体を真っ赤に染めたようなもの。その赤い姿は今まで生物から吸い取ってきた血によって染まっているのではないか。赤満潮はとても恐ろしい存在である。竹取、日本のある地方の竹林に現れるという鳥の妖怪で、七面鳥の姿に似ているという。美しい羽と目を持っているこの妖怪は、自分の住処に侵入した人に呪いをかける。ある時、数人の男が竹林の中にとても美しい鳥がいるという噂を聞きつけた。男たちはその鳥を捕まえて売りさばこうと考えて竹林にやってきた。竹林の奥深くにやってきた時、そこに竹取がいた。鉄砲を持った男が狙いを定めて竹取を撃ったが、竹取はひるむことなくこちらを睨んでいる。これは妖怪だと男たちは察したが、時すでに遅く男たちは呪われてしまった。まず鉄砲を持った男の口から一本の竹が勢いよく伸びてきた。そして男の体はみるみるうちに朽ちていき、そこには竹だけが残ったという。他の男たちも同じように竹が口から生えて体が朽ちていった。しかし一人の男だけ見逃してもらえた。その理由は、近隣の村や集落にこの伝承を伝えるためで、残った男は竹林には立ち入るなと辺りの人々に伝えていたんだという。岩神。岩神とは山深くに眠っているという神様で、非常に温厚な性格をしている。鉱石や地盤に宿る存在と言われていて、普段は人間に干渉しない。山火事や地震などで人々が困った時に少しだけ手助けをしてくれるとも言われている。しかし反対に人間たちに対して牙を剥くこともあるんだという。ある時、鉱山で人間たちが発掘作業をしていた時のこと。作業員たちはダイナマイトを使って山の中を開拓していた。ダイナマイトを使い始めたあたりから、その地域では地震が頻発するようになった。そして山小屋が潰れたり、作業場が崩落するなどの事故も相次いだ。お祓いのために呼ばれた僧侶が祈祷をすると、事故の原因が分かった。それはダイナマイトの使用に起こった岩神という神様の力によるものだった。僧侶は開拓工事にダイナマイトを使用しないように伝えたが、結局人間たちはダイナマイトを使い続けた。そしてある日の大地震で土砂崩れが起きて、大勢の人が亡くなったという。カゲツムジ。カゲツムジは暗闇に紛れてうねうねと動いている妖怪で、実態は不明。深い山の中に現れることもあれば、町中の暗い路地裏に潜んでいる場合もある。カゲツムジのテリトリーに入ってしまうと、そのテリトリーから出るまで追ってくるという。カゲツムジに追われている時は常に寒気がして足がすくむ。カゲツムジの姿を見ることができれば去っていくというが、カゲツムジは素早く動く上に暗いところに潜んでいるので、それは難しい。しかし気をつけなければならないことがある。カゲツムジにつけられて長い時間が経ってしまうと、カゲツムジにたたられる。テリトリーに長居した人の影にカゲツムジは入り込んでしまう。カゲツムジに入り込まれた人は病気や怪我に遭いやすくなってしまう。カゲ払いという儀式をすればカゲツムジは出ていくと言われていて、原因不明の病気や不可思議な怪我に見舞われたら、それはカゲツムジの仕業かもしれない。というわけで、前半10個の妖怪は終了。後半の妖怪も楽しみです。後半は一体どんな妖怪が出てくるかな。後半も楽しみに。さあ、後半の妖怪たちを紹介しよう。一体どんな妖怪なんだろう。後半最初の妖怪はこちら。
チグモ、人も滅多に立ち入らない暗くて深い山の中に住んでる雲の妖怪。チグモは真っ赤な体をしていて、それは血で染められているからだといい、チグモに出会った人は捕まえられて食べられてしまう。チグモはまず赤い糸を吐いて獲物を捕まえるのだが、この糸はどうやっても切ることはできない。糸に捕まったらぐるぐるに巻かれてしまい、だんだんと締め付けられる。その締め付けによって潰され、血を絞られ食べられてしまうんだという。もし糸に捕まってしまっても、ある呪文を言うことで助かると言われている。その呪文というのが、血を糧とする雲よ、我が身を遠ざけよう、闇の力よ、我を守りたまえ。そういうことでチグモは恐れをなして去っていくと言われている。しかし、もし一文字でも言い間違えてしまうと、チグモは怒り、糸で絞るのではなく、いきなり噛みついて食い殺してくるんだという。助かるためにこの呪文を覚えておくといいだろう。シキリ。シキリは半透明の白い姿をしていて、ローブのようなものをかぶった妖怪。幽霊と同じ部類の存在だと考えられているこの妖怪は、墓場や荒れ地など忌み嫌われる場所に住み着いているんだという。シキリが近くにいるときは、あたりの気温が10度以上も冷え込み、また生気を吸われるような感覚に襲われるんだという。シキリの周りには青白い光が漂っていて、それを見ていると不安な気持ちになるという。不安で泣き叫んでしまう人や、急に吐き出す人もいるくらいだという。寒くて不安な中、だんだんと生気を吸われていってしまう。これは妖怪の仕業だ、ここは危険な場所だと気づいた時にはもう遅い。動くこともできないくらい衰弱してしまっているんだという。その場で倒れ込んで、不安で泣きながら、どん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 衰弱していく。太陽が差し込めば正気に戻れるというが、もし太陽が現れなかった場合は、発狂して死んでしまうんだという。ケケケ。ケケケとは、雨の降る日に現れるという女の妖怪。ある少女が雨の夜に傘を差して一人で歩いていた時のことだった。少女の後ろに青い服を着て、青い靴を履き、青い傘を差した女がついてきていた。角を曲がれば、その女も曲がってついてくる。少女が不気味に感じて、駆け足気味に進むと、女も走ってついてくる。ふと振り返ると、女はすぐそこまで近づいてきていて、その衝撃で少女は気絶してしまった。数分ほど眠っていた少女が目を覚ました時あたりに、あの女はいなかった。少女は安心して傘や荷物を拾い上げて帰ろうとした。そして傘を差した時に気がついた。先ほどの女が傘の内側に体をねじ曲げながらべったりとくっついていたのだ。その女は少女の方を見ながら、ケケケと高笑いしていたんだという。少女は恐怖から気がおかしくなってしまい、正気に戻った後も傘を差すことはおろか、雨の日に外に出ることもできなくなったという。山幽霊。山の中に現れる怪異の煙で、一見すると普通の煙だが、よく見ると顔がついている。奥深い山の中で道に迷っていると、山幽霊に出会うと言われている。山幽霊が現れたとき、最初はただの霧やもやだと思う。しかし、その煙には顔がついていて、こちらを覗き込んでくるんだという。この山幽霊と目が合ってしまうと、金縛りのような状態になってしまう。体の自由は効かないまま、あたりには山幽霊が漂っている。すると山幽霊はどんどん数を増やしていき、やがてはあたり一面山幽霊だらけになる。その山幽霊たちに全身が包まれていき、周りが何も見えなくなってしまう。この時、運がいいと山幽霊は何事もなかったかのように消えていく。そして無事に家に帰ることができるという。しかし、運が悪かった場合は、その煙は消えることはなく、金縛りが解けた後も延々と煙の中をさまよい続けることになるんだという。山幽霊に出会った際の対処法は、目を合わせないようにして過ぎ去るのを待つしかない。海志向。日本全国の海上に現れるという巨大なコウモリの妖怪。満月の夜によく目撃されており、船乗りの間では有名な妖怪だという。船を沈めたり、誰かを連れ去ったりするなどの悪さは特にしない。ただ海の上に立って佇んでいるだけの妖怪だと言われている。しかし、もしこの海志向を目撃してしまった場合は、すぐにお祓いをしないといけないと言われている。3日以内にお祓いをしなかった場合、何かしらの病気にかかるんだという。その病気は普通よりも治りが遅く、運が悪いと死んでしまうという。海志向自体に特に害はないのだが、海志向を見たことでたたりには、お祓いをすればなんとかなるとはいえ、病気になる可能性があるのは恐ろしい。中には海志向を見ていても相当は気づいていない可能性もある。そうすると、海から帰ってきてから3日後に原因不明の病気に悩まされることになる。海から帰ってきて謎の病気にかかったら、お祓いをした方がいいだろう。力女。長い髪の毛を持つ女の妖怪で、好みの男を探している。青色の肌にギロギロとした不気味な目をしていて、気味が悪いこの妖怪。好みの男を見つけると、ゆっくりゆっくりと気づかれないように後をつける。そして人気のない路地裏などに来たら、男を襲い連れ去ってしまう。連れ去ってひとしきり楽しんだ後に、その男の皮を剥ぐ。力女は剥いだ皮を服のように着て楽しむんだという。
皮を剥がれた男は激痛にもだえ苦しむことになるが、死ぬことはできない。痛みで気絶してまた痛みで目を覚ましてを延々と繰り返している。力女がその男の皮を切ることに飽きると、男も皮もどこかに捨ててしまう。そして新しい男を探すためにまた町へ降りていくんだという。力女はそんなことを繰り返しながら犠牲者を一人また一人と増やしていく。力女に襲われたら助かることはない。力女の好みでないことを祈るしかないだろう。べったりどこからともなく現れて後をついてくるというこの妖怪。オタマジャクシのような体に大きな目玉と口がついていて空を飛んでいる。人気のない山の中に住んでいることが多いが、時々町まで降りてきているんだという。そして通行人の後ろをべったりとくっついていく。べったりにつけられている人はつけられていると気づけないんだという。そしてべったりにつけられて100メートル以上そのまま歩いてしまうと、べったりの呪いにかかると言われている。べったりの呪いにかかった人はなぜだか家への帰り道がわからなくなってしまうんだという。帰り道が分からずうろうろするしかないが、その間もべったりはついてくる。しばらくするとべったりはどこかへ去っていくと言われていて、べったりが離れて数時間が経過するとその人も家への帰り道を思い出すんだという。歩いていて突然帰り道が分からなくなってしまったら、それはべったりに後をつけられているからなのかもしれない。抜き神、山の中にいるという神様とも精霊とも呼ばれている妖怪。神とは言うが、その習性は妖怪よりも凶悪で恐ろしいもの。抜き神は山の中で出会った生物の魂を抜いてしまうと言われていて、抜いた魂を大口を開けて丸飲みにして食べてしまうんだとか。抜き神に魂を食べられた人はふぬけたようになってしまい、死んではいないが会話も返事もできない人形のようになってしまう。抜き神は生命エネルギーに溢れていて、近くにいると不思議な活力が湧いてくるという。抜き神から逃げ去った者が言うには、突然活力が湧いてきたかと思うと後ろに妖怪がいた。その妖怪が歩くたびに草花が咲いて、そしてすぐ枯れるという現象が起きていたという。抜き神は神様というだけあって、出会った際の対処方法はないと言われている。なので山の中で突然活力が溢れてきたら、すぐさまその場から逃げ去った方がいい。抜き神は走って追ったりすることはないと言われている。その場で足がすくんで立ち止まっていなければなんとかなるかもしれない。すさがり坊主、古い寺院や墓地に現れるというこの妖怪は恐ろしい怪異を持ち合わせている。墓地や寺院に現れたすさがり坊主は、辺りを徘徊して生きた人間を探しているという。そして生きた人間を見つけたら、じっと見つめてだんだん近づいてくる。そして真横に立ち、こちらの顔を覗き込んでくるんだという。この時驚いたり何か反応をしてしまうと、たたられて病気になってしまうというし、覗き込んできた顔を見てしまっても、締めが合ってしまったら命を落とすという。すさがり坊主は反応がないと、しばらく周りをうろつきながら覗き込んでくる。この時無理にその場から離れようとしても、反応したとみなされてしまう。すさがり坊主に狙われた際の対処方法が一つだけある。それが無視をし続けるというものだ。覗き込まれようと何をされようと、気づいていないふりをしていれば、すさがり坊主は見えていないんだと諦めてどこかへ去っていくんだという。しかしすさがり坊主はとても臭いため、近づかれると目や鼻がしびれてくるという。目抜き病の妖怪。この妖怪の姿は誰にも見られていないので、実態は全くわからない。しかしこの妖怪に出会った人は皆同じ病気にかかるんだという。いつ出会ったのか、どんな妖怪だったのか、誰も把握していないが病気になる。その病気とは目抜き病と呼ばれていて、この病気にかかるとまず視力を失う。そしてだんだんと目玉が前に飛び出していき、最終的にはボロンと取れてしまう。飛び出していく目玉を押さえつけたりしても、結局は同じ結末を迎える。対処方法もわかっておらず、一体なぜこんなことになるのか、どんな妖怪なのかわからない。目抜き病の妖怪に出会ったとされる人は、数日前に山の中に入ったという共通点がある。しかしその他にも山に入った人はいるので、山が直接の原因ではない。であるならば、目抜き病の妖怪とはどこにいるのか、そして目抜き病の妖怪の目的とは何なのか、この妖怪に関してわかることは何もないんだといい、とりあえず現代でかかった人はいないと言われているが、どうだろうか。回廊のミイラ。回廊という僧侶のミイラで、これは妖怪ではない。しかし恐ろしい怪異がこのミイラにはつきまとっているという。回廊のミイラとは、生きながらにミイラになった僧侶のミイラで、いわゆる即身仏という存在。即身仏とは本来生贄に近い意味合いを持っていて、何らかの災害やトラブルを鎮めるために行われる儀式。しかし回廊が即身仏になった時あたりでは、何の災害もトラブルもなかった。なのに回廊は自ら進んで即身仏になっていったんだという。そのため魔除けや厄除けのために行われた儀式ではないということだ。回廊がなぜ即身仏になったのか不明だが、恐ろしいのはここから。回廊が即身仏になって以降、周辺の村や集落では即身仏になりたがる者が続出した。それも狂気的なまでの欲求を持っていて、それによって10人以上即身仏になったんだという。これは回廊が呼び寄せているんだろうか。というわけで、怪異妖怪ノンストップ紹介はどうだったかな。怖い妖怪ばかりで面白かったです。どの妖怪も絶対に出会いたくない恐ろしいものだったね。今日紹介した妖怪に出会いたくない人は、
高評価とチャンネル登録をお願いします。それに何の意味があるんですか？まあまあ、それじゃあこの動画はこの辺で、次回の動画ではどんな怪異妖怪を紹介しようかな。次回の動画も楽しみです。それでは、さよなら。